お約束のずぶ濡れ。ドジャースが逆転勝ちでシリーズ4勝1敗とし、4年ぶり8度目のワールドチャンピオンに輝いた。試合後にはシャンパンファイトが行われ、ドジャースの地元放送局のレポーター、キアステン・ワトソンさんもずぶ濡れとなり、世界一の歓喜に酔いしれた。この日、先発したフラーテにマイクを向けると、オー、マイ、グッドネス、と頭からシャンパンをかけられた。それは合図に、別の選手からも横から浴びせられ目が開けられない事態となった。いい投球ができなかったけど、今日は他の選手たちが僕を励ましてくれたよ、と話すフラーテに、夢が叶いましたね、と喜びを分かち合っていた。選手と共にビシュでビショビショになる光景がおなじみになっている。ワトソンさん好感持てる。日本だったらカッパ切るのにこの人ほんと潔いわ。もはやチームの一員。プロ根性を感じる。ヌートバー並みに知名度爆上げ。ビシュでビショがビショビショ。なんで今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。